はい、どうもこんにちは、コウキです。今日もですね、昨日に引き続きまして、ある漢字をテーマにしましてですね、楷書体と、それからですね、大人っぽく書くような、行書体、それぞれこう、2つパターンをですね、用いまして、漢字の練習をですね、していけたらと思います。今日ですね、扱う漢字はですね、こちらです。はい、あずさというですね、あずさという字はですね、人名なんかにもですね、よく使います。人の、ね、名前とかですね、あずさというのはよく聞きますよね。今日はですね、このあずさという字、これをですね、勉強していきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。では、動画、どうぞ。こちらにですね、楷書体ですね、きれいに整えて書くような字を書きまして、こちらが左側にですね、行書体と言われるですね、より大人っぽくしたような、続けたような字をですね、2パターン書いていこうと思います。はい、ではですね、まずこちらがですね、楷書体でございます。最初はですね、こちら木偏ですね。木偏はまずちょっと斜め右上ですね、こういうですね、止めとかをしっかりとした方が、楷書体はですね、特に、いいと思います。でこちらですね、打ち込み斜めに少し入れますね。こんな感じで斜めに入れて、できるだけですね、まっすぐですね。はい、でこういう風に止めをしっかりと、はい、でこちらからですね、大きくこの辺りに貼れます。であんまり長すぎないようにですね、結構もう思いっきり長すぎる人とか、逆にですね、むちゃくちゃ短い人とか結構多いので、できるだけで、ね、この辺ですね。はい、はい、でこれ木偏ですね。で次右側ですね。右側なんですけども、同じようにですね、打ち込み、ここポイント高いですね。打ち込みを入れてまっすぐ、こんな感じになるように、よくですね、こんな感じで点で打ったりとかする人いますけども、こういうのはですね、あんまり良くないですね。打ち込みを入れてまっすぐですね。はい、で次ですね、この点線ぐらいからですね、横にまっすぐですね。はい、これもですね、右と左ここ同じぐらいの長さになるようにしましょう。はい、で次ですね、縦気味ですね。縦気味にややこう斜めになるような感じですかね。でここもですね、こう打ち込みを少し入れます。入れて同じぐらい角度を倒していきます。はい、で次この点線ぐらいからですね、これも最初の横角よりもややここですね、長くなるような感じで、ここもですね、止めをしっかりと忘れずにしましょう。はい、で次ですね、ここが一番長かったんですけども、次やや短くですね、やや短くして、これもですね、止めをしっかりとします。はい、でここ中心にですね、点を打ちまして、打ち込みですね。でまっすぐですね。はい、でこれがですね、まっすぐなかなかするのは難しいですよね。よく、これ下にちょっと書いていきますけども、よくですね、一番最後のところですね、こういうふうにこう斜めに なったりとか結構しちゃったりとかですね、しがちなんですけども、これはですね、こう離すポイントがですね、早いんですよね。なのでここまっすぐですね、はい、離さずにこんな感じですね、こういうふうにこう流さないように、まっすぐ書くポイントはずっとですね、こう鉛筆をつけておくような感じですね。こっちはですね、離すのが早いとこうなります。こうまっすぐですね、まっすぐ、はいはい。でですね、こちらが楷書なんですけども、気をつけて書いたポイントですね。気をつけて書いたポイントは、全部の線がですね、やっぱりこう打ち込みとこう止めですね、こういうのがしっかりと意識して書きましたですね。
で、こういうですね、払うもしっかりします。で、こういうですね、打ち込みは特にここもですね、しっかりめに、はい、で、こういうのがしっかり効いてると字がですね、しっかりとかっこよくなります。はい、ではですね、左側に、行書体ですね、より大人っぽくしたような行書体を変えていきたいと思います。で、これですね、行書体ではあるんですけども、そこまでですね、字体は変わらないので、ですね、まず木偏ですね、木偏のところは少しちょっと変わりますけども、はい、で、木偏ちょっと言い忘れましたけども、ここですね、ここはですね、右側の方がこう狭いですよね、ここで。同じようにですね、このくらいに交わるように変えていきます。で、打ち込みをしっかりしますね。はい、で、これはですね、まっすぐかややですね、こういうふうにこう、こんな感じに少しこう反るような感じ、気持ちですね、反るような感じですね、でもいいと思います。で、ここはですね、こうつながっていきますので、ここですね、木偏は特にですね、書き方はですね、自分で決めておいた方がいいと思いますね。さっきみたいにこう言って、こんな感じで跳ねる人もいますし、こう続けて書くような人もいます。私はですね、この書き方で書いております。はい、ではですね、右側の、作りに行きたいと思います。ここはですね、一番違うかもしれないですね。さっきですね、こう打ち込みだけでしたけども、これはですね、結構強調して斜めにこんな感じで跳ねます。はい、で、さっきよりもですね、ここの横画はですね、ちょっと短めですね、短め。こんな感じですね、短めに書きます。で、次ですね、結構ここはですね、立てて書きましたけども、これはですね、倒して書きます。少し倒して、で、ここスペースを空けますね。はい、こんな感じですね。羽とかもですね、結構こっちの解消体、整えて書くような字体よりも、羽とかはですね、結構やっぱりこうしっかりとするのが行書体ですね。こうつながってるイメージでやっぱり書きますね。はい、で、ここですね、ここは一番こっちの長いですね、一番長い。で、少し丸みを帯びるような感じですかね、少し丸みで、ここは跳ねますね、跳ねてこことつながっていきます。はい、で、最後ですね、ここですね、打ち込み入れて、はい、こんな感じですね。これが、行書体ですね。ちょっと右側にもややちょっと気持ちちっちゃくなってしまいましたけども、ですね、気をつけるポイントはですね、まず書き方ですね。この書き方に、どの書き方で書くか、こういうふうにこう跳ねる書き方もやっぱりありますね。こういうふうにですね、こういうふうに普通にこう書く人もいますので、どういう書き方で書くかをまず自分で決めるということですね。で、ここのですね、対比ですね、3対1ぐらいでこう書いた方がいいですね。はい、で、少しですね、こういう反らせるんですね、少し反らせるような感じ、こんな感じで少しこう反るような感じですね。こういうふうに少しこう反るような感じ、気持ち反るような感じで書くと全体がですね、大人っぽさが増します。はい、で、ここですね、ここのやっぱ打ち込みは全然やっぱこっちと違いますよね。で、ここのスペース、結構空いてるところが結構多いですよね。これがですね、行書体の、ちょっと特徴ですね。
で、ここが一番長くて、こことつながっていきますんでですね。はい。まあ、こっちとさほどですね、書き方はそこまで変わりませんけども、少しだけやっぱ違いますね。書き方がですね。はい。今日ですね、この木偏ですね。あずさという字で、勉強したこの木偏ですね。この木偏の書き方はですね、ぜひ、マスターしておいた方がいいですね。結構、まあ、木偏ってですね、まあ、人偏とかと同じぐらい多いので、人名漢字なんかでも、人の名前とかでもですね、多いので、この木偏の書き方ですね、木偏の書き方。これは、しっかりとマスターしておいた方がいいですね。ここの方がやや長いですね。やや長く。ここの方が長いですね。ちょっと何度も言いますけども、3対1ぐらいが一番いいと思います。はい。で、ちょっとずれてこっちに書きますけども、やっぱりですね、短いところと長いところがはっきりしてるんですね。あとスペースが結構ありますよね。なぜスペースがあるかというと、こういうふうにですね、跳ねたりするところが、やっぱりこちらの、整えて書くような字、楷書体よりも多いからですね。なのでこういうふうにですね、長いんですね。強弱が激しいというかですね。こんな感じですね。はい。はい、ご覧いただきましたでしょうか。今日はですね、木偏を交えて、あずさという字ですね、あずさという漢字をですね、書いていったんですけども、このですね、大人文字チャンネルではですね、こういったですね、漢字とか、あとひらがななんかもですね、かなり前にですね、アップしておりますけども、字の上手くなるですね、まあ、練習の仕方とか、字の書き方とかですね、字の、上手くなる字のですね、考え方とかですね、配信しておりますので、たまたまですね、この動画をご覧になった方も多いかと思いますけども、これをですね、機に、チャンネル登録いただいて、一緒にですね、字が上手くなるように頑張っていきましょう。はい。ではですね、また次の動画で会いましょう。ありがとうございました。